ただいま。また買ってしまった。なんかね、買っちゃうんだよね。これはね、前に手に入れたリュックのタイプで、すごくね、これ使いやすい。ショエルっていうのがいいよね。でね、モノプリの店員さんでさえ知らなかったって、それどこのみたいな。いや、オタクだよみたいな。普通のね、食品のとこで買ったんですけど、でこれはね、もう売ってなくって、で今回ちょっとゲットしたのがこれ可愛くない、ちょっと惚れるよね、この3種類。まあ、エッフェル塔はないんだけどそれでも可愛いでしょ。なんかさ、1個3ユーロいいよね。色違いもあんの、白も。ほら、可愛くない？超可愛いの買ってしまったよ。こんなね、こうして増えていくんだよさ、カバンが。ただ別に10個買ったところでね、30ユーロなわけで、ね、別に高級バッグ持ってるわけじゃないからね。でしかもね、これ自分でね、1個使ってもういいやと思ったら、他のは使わないうちにお友達にあげたりとか、あとは日本行く時にね、持ってって、知り合いとかにね、もうご挨拶代わりに来ましたってあげられるから。これね、なんかちょっと変わったのが出た時は私はね、買っとくの。なので私のちょっとね、コレクションもう買いだめたやつがあって、いつ行くか分かんないのにね。これがね、今まで買いためたもので、でもうね、これは売ってないし、このリックのタイプ、あとね、これももう売ってないかな。多分これもね、見ないな最近。こっちも見ないと思う。こんな感じらしい。これだったらさ、旅行行く時に何か服とか入れてこう湯あいてね、でそれをこうスーツケースにガンガンいくつかでまとめてね、これとこれ下着とか、こっちが靴とかさ、そんな風にもできるもんね。でフランスに旅行に来る人だったら、もう大体ほとんどの方がもうモノプリに行こうと思って来てると思う。で確かにね、こうやってまあ3ユーロぐらいでね、1ユーロだとかさ、前は大体1ユーロだったんだけど、今もう3ユーロとか 3.5 ユーロとか、ものによってちょっとね、カバンの値段が、これの値段が変わってきてて、いいものはちょっとやっぱ3ユーロとかしちゃうし、それでも5ユーロとかでもちょっといいがっちりしたエコバッグとか買えちゃう。なのでまあ、あそこは本当にたくさんいっぱいね、お菓子も買いたいし、カバンも買いたいしとかで、部屋で飲むお酒も買いたいしとかね、もう全部そこで揃うから便利です、はっきり言って。で私もね、家具とかそういうのもこの間も椅子買ったしで、本当にありがたい。それだけどほら、みんなさ、やっぱ買って帰ってモノプリってあった時点で大体値段分かっちゃうわけでしょ。でまあそういうの知らない人にあげるんだったらね、かわいいとかなるかもしれないんだけど、やっぱりしょっちゅう行ってる人とかね、パリ慣れちゃってる人だと、あ、モノプリのかって、もうさ、くれたものの価値が分かっちゃうわけじゃない。なのでもしそういう方とかね、パリ好きコミュニティみたいなのがあったりとか、あと自分自身がもうパリ好きで、まあ必ずそういうね、絶対行くお店っていうのもあるんだけど、新たにちょっと開拓してパリらしいお土産が欲しいわっていう方に今日は向けたお店を紹介したいと思います。定番のお土産がわからない方のために、さらっとスーパーの中をご覧いただいて、それからすぐ今日のおすすめの場所へ参りましょう。お菓子などを選ぶとき、 BIO ビオと書かれたものがあります。これはオーガニックで、普通のスーパーでもかなり普及していて、価格もそれほど高くないのでおすすめです。やってきたのはパリ市庁舎。ブティックは正面向かって左側に入り口があります。パリ市庁舎のブティックでは、パリのライフスタイルをテーマに、パリの職人技や文化を生かした商品作りをしています。扱っている商品は、大企業とパリ市がコラボレーションしたものや、若手クリエイターたちが手掛けたものなど、ユニークなものが揃っています。パリの多くのカフェで使われている老舗コーヒーメーカー、コントワール・リシャールと、
パリッシュがコラボレーションした商品がありました。フランスで焙煎されたオーガニックコーヒーや高級茶葉を使ったお茶が有名で、私の好きなメーカーです。サトウキビを使用したハンドメイドのお砂糖は、朝はクロワッサン、午後ならマドレーヌといったように、使う時間によって形を変えるのも楽しそうです。スーパーでよく見かけるお菓子のメーカー、ラ・アベイのサブレがありました。ノルマンディ地方のお菓子メーカーだそうで、未だに食べたことがないんですが、今度スーパーで見かけたら小さいのを買ってみたいと思いました。これはパリで作られた蜂蜜なんですって。パリの蜂蜜といえば、オペラガルニエ座で採れた蜂蜜が有名ですが、ここにはロンシャンとパリの7つのエリアで採取された蜂蜜の2種類がありました。毎日使いたいデザインの食器がありました。職人さんの手作りで丈夫に作られているそうです。パリの庭園をイメージしたヴィーガンハンドクリームなんていうものもあります。アロマキャンドルはこれからの季節、部屋を締め切って使うので、使われている素材が気になるところですが、人や環境に配慮した素材で作られていて安心です。シャンゼリゼの匂いだって、なんか実際のシャンゼリゼよりもエレガントかも。日本にいた時、アロマディフューザーを部屋に置いとくとフランスっぽいなとか思って、いつも欠かさず置いてました。どれが一体いくらなのか値段がちょっと分かりづらいですね。フランスは物に値札を貼らないことがほとんどなので、いちいち聞かなくてはいけないのがめんどくさいんですよね。フランスに来て一番何が高く感じたかといえば、文房具でした。普通でもそんなに安くはないんですけど、デザインがいいとかなり値段は高くなってしまいます。ただこういう商品があるってこと自体、まあ売れているからこの値段になっていると思うのであって、日本出身の私がちょっと高いなと思っているだけで、もしかすると他の物価の高い国から来た人たちにとっては全くそんなことは感じないのかもしれないですね。おしゃれだなと思ってちょっと調べてみると、20年以上にわたってスタイリストや編集者としてメディアの世界で活躍してきたラファエル・オーベールさんというデザイナーが立ち上げたブランドでした。パリの工房でリサイクル素材を使って手作りしていました。障害者の社会参加を支援する活動にも力を入れています。商品をこうやって見ているだけでも、リサイクルとか社会活動について少し意識が向きますね。これはローマにインスパイアされたパリ製の保存食。一番注目したのはこれらのアクセサリーだったんです。一見普通のハイブランドのアクセサリーに見えるんですけど、実は高級メゾンのボタンや布で作られていました。
一度流行したアイテムにももう一回愛用されるチャンスを与えようとしているんです。流行にとらわれないオリジナルのアイテムに生まれ変わっていて、お値段もかなりお得だったので、これはいいなと思いました。ネックレスのチェーンは18金を使っているんだって。リサイクルで作ったものっていうよりはアーティストさんが作ったものといった感覚で使えますね。一点物ばかりだと思うので、気に入ったら買っておかないと、ちょっと後に行ったらもう売れてなくなっていました。こっちは他のメーカーさんですけど、こんな繊細なデザインのものもあったんです。この中にはリラックスするためのアロマのオイルが入っていて、体のパーツに少しこうつけてマッサージしてもいいし、そのままでもいいし、こういう香り日本にいた時によく使ってたなと懐かしくなります。日本にいた時はフランスやヨーロッパを感じるものを身近に置いときたかったので、常にメイドインフランスとか書いてあれば買ってましたね。一度旅行に来たら1秒でもね長くいたかったんですけど、昔はそれが叶わなかったから、日本に帰っても旅した時の空気とか思い出を消さないように、薄めないように、長く新鮮な状態で保てるように、記念になるようなものを買ったり、日本でまたそういうものを見つけて買ってね、フランスを毎日忘れずにいたんです。わざわざこのパリ市庁舎のブティックまでお土産を買いに来る人って、相当フランスが好きな人だと思うんですね。特にパリとかを、ここの品物を見ているとパリ好きな人が関わっているんじゃないかなっていうのが強く伝わってくるんです。だからパリ好きさんには気に入ってもらえるかなと思って。じゃん、いやーかわいいの。これがさ、ほらコルクになってるの。よかった。ちょうどねワイン、これだとね高くて閉めるときちょっと大変だったのね。この余っちゃった部分がこう戸に挟まっちゃう。なので早速付け替えてみようかな。ここに入るかしら。いや、もう一個欲しいな、これ。いや、よかった。こういうなんかさ、お土産、パリ市が出してるやつ結構いいんだよね。皆さんもよかったら、ぜひ行ってみてください。珍しいお土産が見つかると思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとう。高評価とチャンネル登録、ありがとう。ねっここつんちゃ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 よろしく。 Thank you.